11回目の授業、電波とキュレーション、マリアやかすめさんと梅津洋一さんの授業が始まります。お越しの際は2階講堂までお越しください。電波とキュレーション始めていこうと思います。今日はですね、パロディ二重の声などでこう知られる、よく知られるの キュレーター学芸員って言ったらいいですか、どっちでも、の成合さんにお越しいただきました。あのですね、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。成合です。お願いします。これの発端はですね、そのつい数日前に成合さんがこうパラダイに来ていただいてですね、はい、ここに来て、はい、まあその僕たちはそんなにこう親交が全然あるわけじゃなくて、あれですよね、こうたまに顔合わせてもこうお互い何ですかね、ちょっと目を合わせて、はい、こんにちはって言って終わりくらいの感じだったんですけど、やっぱりそのお互い天然パーマだったりとか、そういう共通点があるので、お互い他にはそうですね、年は近い、年も、あ、何年生まれです？僕は1979、ああそうです、ちょっと先輩ですね。そして、2つ下、僕は82年生まれです。あ、沢山くんと同じ、はい、あ、そうです、沢山くんと昔は結構友達だったんですけど、え、その震災前ぐらいまでは結構友達で一緒にご飯とか食べに行ってたりしたんですけど、なんかその僕が石川拓磨くんとかをこうなんか攻撃した時があって、それ以来交流がパッタリなくなったんですよ。おう余計な情報から、なんか偉なめちゃくちゃいらない情報から、はい、うん、そうですね。だからその、まあ、今日は、うん、まあ、このせっかく パープルームにお越してくださったので、まあ、このパーダイとかをネタに、まあ、他にもそのパロディ二重の声とか、はい、あとそのさまざまなこうあまたの展覧会のキュレーションについてこう、はい、ざっくりというかラフ、まあ、突っ込んだ話が、はい、できたら良いなと、うん、はい、はい、まあ、今の梅さんの様子でお分かりの通り、うん、全く何も決まってなくてですね、数日前に僕が来たら、はい、なんかやってくれませんかという話を受けて、で、まあ、テンパだしということで、はい、その場で、まあ、テンパでなんかそれで2人で話し合ってて、そのなんかテンパのキュレーションっていう風に一回提案したら、はい、なんか それはないとか言われてでもなんかテンパとキュレーションだとありなんだみたいな、いや、うん、どっちでもいいんですけどね。あ、そうですか、はい、いやでも今日はちゃんと、はい、はい、テンパの具合も、はい、いい感じだし、はい、はい、あの花柄のちょっと柄も合わせていただいて、服に合わせてきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、で僕がその、はい、あんまり準備をしてなくて、はい、まあ、準備の時間もなかったので、何をこう、はい、役に立てるような話ができるかなと思ってちょっと数日考えたんですけれど、だいたいその作品を見るときに、はい、みんなこう内容のことを、うんうんうん、いつも、まあ、言うわけですよ、うん、作品の内容、そう、うんうん、コンテンツについてね、はい、枠内のことについて話すので、うん、ただこうやって周り見て分かるの通り、その展示の仕方が非常に特徴があって、まあ、なんでこういう風になるのかも後でお聞きしたいんですけれど、要は、うん、キュレーションっていった時に、はい、何を展示するかだけではなくて、うんうん、どう展示するかっていうのはすごく大きい要素なのに、はい、なかなかそれについて言われることがない、うんうんうん、でそれをちょっと話せたらなと思って来ました、うん、はい、で大体こういう会場に来た時に、うん、その梅津くん空間の作り方がうまいねとか言って終わるわけですよ。そのうまさはどういう時に、うん、発せられるかとか、うん、その どこをどう見てうまいねって言ってるのかとか、うん、そういうことってもっと厳密に言うべきだと思うんですよ、はい、で学芸員でもやっぱりそこはすごく気にするのに、うん、なかなか研究もないし、あんまり、うん、まあ、展示学みたいなものはあるにはあるんですけれど、はい、それを専門にしていたら極めて少ないんですね、うん、でそれがなんかこう論考になったりだとか、はい、みんなで一緒に研究会をやったりだとか、そういう動きも、うん、まあ、ほとんどないと言っていいんですよ、はい、これだけ長い
その、まあ、長いって言ったって大した時間じゃないけれど、うん、その、まあ、大体美術館が近代美術館ができて以降ですね、うんうん、まあ、半世紀ぐらいは少なくともあるわけですよ、うんうんうん、モマができた頃から数えたら、はい、まあ、80年ぐらいはもう経ってる、うん、で90年近いわけですけれど、はい、でもね、全然そのホワイトキューブができて以降 の、うん、その作法というか作り方について言われない、うん、でそれはもうちょっと言うべきだと思うんですよ、はい、なんかいつまでたっても、うん、その例えばね、うん、団体展、うん、団体展 の、うん、あの作品の掛け方って、まあ、こう、うん、段掛けっていわゆるね、ああ、そうです、するわけじゃないですか、うんうんうん、でもうこれはもうルールがほとんど決まってて、うん、あの誰が上に来て、うん、どの順番に、うん、でサイズも最大いくつでっていうふうにして、うん、ものすごくこう、うん、まあ、平等主義の展示するんですよね、うんうん、で、うん、あのこれあの学校でやる図工展みたいなのも同じなんですよ、うん、はい、あれはすごく効率化を図るために、うん、こう書写でもいいんですけれど、はい、同じ大きさのもの、まあ、大体画用紙自体を疑ってもいいのに、うん、画用紙のサイズを全然疑わないので、うん、同じサイズ で、うん、同じモチーフでね、みんな自画像描いてねとか言って、うん、それを1枚にこうかっつけてですよ、うん、それでこう描けると、うん、まあ、そのぐらいしないと、うん、あの早く展示できないので、うん、時間も限られている中で展示するには、うん、まあ、効率的なやり方かもしれないんですけれど、はい、まあ、全然こう面白くないんですよ、展示の仕方が、うん、あ で、まあ、でもそれ展示のレイアウトの仕方がってことですよね。はい、今はこれレイアウトの仕方です、ね、まずレイアウト編から今始まってるんですか。例えばの話ですよ、うんうんうん、はい、いや、うん、全然ねその展示の仕方が気にされないんですよ。あ、照明一つであっても、はい、その展示の高さであっても、はい、もっと緻密にやれば、うん、もっといいように見えるのに、うんうん、で平等主義の良くないところは、はいはい、あのサイズが同じであれば平等であるっていう何かこう進歩があるところですよね、うんうん、大きいものが重要で、はい、小さいものはその価値が劣ると、はい、うんうん、であるいは高いところに展示すれば、うん、あの重要であって、はい、低いところに展示した方がそれよりは価値が低いっていうふうに展示する側は何か思っちゃうんですけれど、うんうん、そんなこと全然なくって、はい、あのまあ、ここ見回しても同じだと思うんですけれど、うん、その体験としては、うん、大きい小さいと高い低いは、うん、その価値の高さ低さには結びついてないのに、はい、なぜかそういうこう、うん、信じてるものがあって、はい、こうなっちゃう、うん、なるほど。で、まあ、これはまあほっとけばいいっていう話もあるかもしれないですけれどね、うん、その美術館とかそういうことをこう目指してないというか、うん、まあ、そもそも、うん、展示でうまく見せようと思ってないのかもしれないですけれど、もうちょっとうまくやればいいのにってやっぱり思うわけですよね。さすがに美術館でこういう展覧会をやるときに、うん、均等に、はい、並べるってことはやらないわけですけれど、うん、あまりにこう展示の仕方へのこう、うん、配慮っていうかね、うん、考えが及んでないっていうことがずっと気になってるわけですよ、うん、枠の中しか見てない。なるほど、うんうん、内容というか作品の、はい、うん、そうか。なんか僕はその辺、まあ、結構気にはするんですけど、うん、でも結局それってやっぱりレイアウトの話だから、うん、なんか僕が疑いたいのはその展覧会っていう、まあ、あんまり好きな言い方じゃないですけどフォーム、うん、フォームそのものがやっぱりそのあまり変わってないというか、うん、その昔はもっとこう美術館とかでもあれヨーロッパとかだとこういっぱいバーって埋め尽くしたりとかしてたけど、なんかやっぱりそのホワイトキューブになった原因って多分その作品をこう1点ずつニュートラルに鑑賞してほしいっていうのもあるけど、うん、単純にそのお客さんが増えすぎると、うん、作品同士を話さないとこう見づらかったりとか、なんか最近ミシャ展か、うん、ミシャ展に行ってきたんですけど、なんかあれはそのめちゃくちゃ作品がでかいからものすごいこうなんだろうな、もう芋洗い状態のプールみたいになってても鑑賞ができたんですよ、うんうん、だけどクレイの作品とかが、うん、なんかそういう風になって、なんかこうね密集してたら段掛けとかで、うん、それはちょっと厳しいからやっぱりこう話したりするだろうし、うん、っていうそのこう展覧会ってものがその工業としてなんかこう成り立っていく中でこうなんだろうな、そういう
すっきりした展示とかの文法が洗練してきたのかなと思うし、うん、まあ、その中でこうなんかいろんな、うんうん、現代アートっぽく見えるようなレイアウト、うんうん、だから例えばそのキュレーターの長谷川新太くんとかはそういう、なんだろうな、欧米の展示のメソッドみたいなものを少しでも多く日本にこう取り入れようっていうふうに頑張ってるように思うんですけど、うん、でもなんかそれってやっぱり本当にレイアウトの話でしかなくて、うん、じゃあレイアウトじゃなくて何が大事なのかっていうと、なんか本当にその展覧会っていう、慣習というかその、習慣っていうものがその私たちにとって、うんうん、何なのかみたいなところに、僕は結構、ずっと関心を抱いていて、なんかそれと結構パープルームっていうのはすごく連動していて、うん、というのも、あ、すいません急にパープルームの話で、いいですよ。パープルームっていうのはそのこうまず、学校、うん、学校があって、うん、だけどその学校となんかこう生活、その我々はそのあれなんですよね、その遠くから来たその若者とかと、うん、まあ半共同生活を営んでいて、うん、その生活空間と学校の空間っていうものがこう重なってて、うん、でさらにそこにこう展覧会、なんかその展覧会も、家でやるんですよよく、うんうん、例えば そこでやってるゲルゲル祭っていうものも3回目で、ともきくん、そう、ともきくんっていうのはその 中卒だから、うん、学園祭を経験したことがなくて、うんうん、でそれでかわいそうだなと思って、そのともきくん家でこう知らない作家をいっぱい SNS で探して送り込んで、そこで展示をすることによって、なんかこう、うん、自宅展だなんだけれども、そのコミュ力も上がるみたいな、そういうプログラムで、うんうん、なんか要はそのパープルームっていうのはこの3つの丸が重なった部分、うんうん、なんかここら辺に結構、その展覧会っていうその疲れた、形式、うんうん、絵のなんかこう打開策があるんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、でこれの利点っていうのはなんかものすごい低予算、まあ、ちょっと今回はその渡り美術館でやらせてもらってるので違うんですけど、うん、普段のパープルームっていうのはものすごいこう、うん、コスパもいいし、企画を始めてなんかもう数時間後にこう告知ができたりとか、うん、それで人もちゃんと来るみたいな、うん、そういうシステムがこう、まあ悪いところもあるんですけど、それの、うん、そういう風な実験をしていて、うん、だから要はこういう美術館とかでパープルーム大学としてやる時のこのインスタレーションの文法っていうのは、うん、なんかこういわゆるこういい言い訳ではなくて、いい展示にしたくて並べてるっていうよりかは、どちらかというとなんかその少しこうそういうものへのからかいのからかいとかアイロニーの意識も強くて、うんうん、やっぱり自分はそのキュレーターではないので、うんうん、まあ、そういう逃げるわけじゃなくて、作家キュレーションってのはやっぱりそのキュレーション崩れでもあるし、だからそのどこまでが作品でどこまでが展覧会、なんかそのちょっとした越権行為があると考えていて、なんかそこの、まあ、普通だったらもうちょっとこうするだろうってところをなんかこうちょっと意地悪な配置にしたりとか、うんうんうん、なんかそうですね、やっぱり、まあ、近年その作家がキュレーションするってことは増えていて、うん、例えばその海外だとウーゴ・ロンディノーネとか、今もライアン・ガンダーさんがこうコレクションを使ってたりとか、うん、岡健もなんか今やってるし、岡健っていうんだ分かんないですけど、川村で林道夫さんがね、はいはい、そうですやりましたね、もうやってますし、はい、うん、だからそれの流れももしかしたら組んでるとは思うんですけど、でももうちょっとなんかそういうなんだろうな、うん、作家性のこう拡張のためにパープルームはやってるんじゃなくて、うん、もう少しこう自分たちにとっての、うん、これをやることで、例えば そこにあるペインティング作品とかっていうのはよく見えるんじゃなくて、実は血管がこう血管とか不備というかが露呈するような展示構成になってると思うんですよ、うんうん、なんか3階のこうちょっとメディアアートっぽいものとか、うん、なんかその村上さんのシーブリーズっぽいものとかがちらつくことによって、うん、なんか痴漢城とかのよりこうなんだろうな、弱さというか、うん、不毛さみたいなものが露呈するし、うんうん、なんかそういう、ですね、そう、もう話が長くなったので終わるんですけど、パープルームのやってるキュレーションっていうのは、うん、こう一つのコンセプトを、うん、こう啓蒙的にこう章に分けてこう分からせるとか、うん、そういうことではなくて、うん、なんか今の日本のその美大系の作家と
美大系じゃない作家とか、うん、まあ、そのデジタルとかアナログとかいろんな切り方があるけど、うん、いろんなとこにこう、いるいろんなとこに生息してる作家の、うん、まあ、ちょっとこう、うん、と別に好きな人を集めたわけでもなくて、うん、なんかこう変な遠い星座のように結べる人結べるような人をこう有機的になんかこう誘い方とかも結構、うん、と普通に展示があるから来てくださいとかではなくて、うん、やっぱりそのパープルーム予備校っていう予備校を中心に据えることによって、うん、なんかこうその人間ドラマにまず引き込んで、うん、予備校生と仲良くさせてそれから依頼したりとか、うん、あとわざと意地悪をして呼ぶとかいきなり電話をして呼ぶとか、うん、なんかそのいろんなグラデーションが作家との関係にあって、うん、なんでそういうことをするかっていうとそういう作家間の交渉とかその少しクラスターの違う人たちのとのなんかその断絶とか、うん、なんかそのぶつかり合いみたいなものを、うん、そのまま展示空間っていうものにこうインストールすれば、うん、やっぱりその皆さん忙しいからなんかいろんなこう展示をそう展示を見に行けないしあと展示にならない作家っていうものも結構いてその例えばゲルゲル祭の中にはその今回初めて展示するって人もいるし普段その発表するっていう欲がない作家とかも結構作家と呼べるのか分かんないけどいて、うんうん、そういう人たちをフラットではなくてなんかその新しい秩序の下でこう見せることによって、うん、結構ここにはすごい情報量がなんか作品数が多いってことだけじゃなくて、うん、普通 の, そのギャラリーとか美術館に行ったのでは得られないその情報がなんかここに陳列されてるだけじゃなくてここで生成されたりもするっていう、うんうん、なんか僕はそういうことがそのパープルームを通してやりたかったことなんですよ、はい、はい、すいません長くいやよくわかります、はい、だから、うん、まあ、僕は美術館に勤めているので、はい、この空間の作り方が一番、はい、まあ、身近なわけです、はい、でもちろん学校にも行ってたわけだし、はい、生活もしてますよ、はい、で、うん、そのこの境目だったり、うんうん、合わさっている部分を考えるなら、はいはい、やっぱり、まあ、もちろん僕はレイアウトの話をしようとしたわけではなくて、うんうん、何がこの空間を規定しているのかっていうのをもう少し精密に考えたいっていうことですね、はい、だから、うんうん、まあ、すごく、うん、いわゆる、はい、展覧会っていうのは、うん、まあ、こう、うん、作品があって、うん、はい、まあ、キャプションもつけましょう、はい、で、まあ、結界があったりして、うん、で、監視員が座ってて、うんうん、ね、監視員が座ってたりする、うん、はい、で、照明があって、はい、あとは、うんうん、彫刻台なんかね、はい、台座があって、うんうん、で、彫刻が載ってたりする、うんうん、他に、はい、まあ、禁止事項が、ね、あるのが美術館ですよ、はい、こう食べながらとかダメ触っちゃダメ、うん、食べながらはこうハンバーガーとジュースで描くんですよね、うん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 、なんでか、あ、はい、ストロー1本ね、はい、長いものは持ち込んじゃダメ、ペン、インクを使うようなペンはダメ、はい、あとは大声で話さないで、携帯で通話はやめてください、うん、こんなとこかな、うん、で、このそれぞれがその美術館なら美術館という空間を規定していて、ありがとうございます、はい、で、はい、そのどれもが、はい、うん、機能してるんですけれど、はい、実はこれはデフォルトのものじゃなくって、うんうん、こう展示における、はい、なんていうかな、うん、変数って言っていいのかな、変数、変えられるんですよ、うん、なるほど、まあ、パラメータでもいいけれど、うんうんうん、こう、うん、照明なら照明、あるいはまあ、作品の保全が保てればこれ全部が必要なわけではないんですよ、はい、でこれ全部がその例えば照明と、まあ、壁も白くって、はい、作品に集中する空間が作られていると、はい、もう作品のために、はい、あとは安全、はい、
を保つために考案されたものですけれど、はい、あのこれずっと何十年と変わってないんですけれど、うん、あの本当は別にこれ守らなくてもいいんですよ、うん、登録されてる情報だってキャプションってもう美術館のもう模型と言っていいんですけれど、これキャプションが一番美術館を表してるんですよ、はい、何を、登録しているのか、作品名、はい、作家名、うん、だから作家名がないものは匿名って表記されることもあるけれど、うん、あの基本的に作家名がないと、うん、まあ、ある天才が、うんうん、あの作品を作ったっていう考え方に基づいているので、うんうん、作家名、うんうん、作品名、うん、制作年、はい、うん、あ素材、あ技法、あでも確かに今回渡り海美術館なので、うん、キャプション頑張って作りました、いつもより。そうですね、はい、まあ、解説をね、うんうん、ここに書いてありもしますけれど、うん、これだってあの変数でも変えればガラッと変わるはずなんですよ、うん、はい、あのテプラでやってますよね、はい、あれだけで何々さんこの辺こだわりますよね、そのこの前のパロディに。いや、これはかなり、うん、あの変わるんですよ、はい、みんなもうちょっと、うん、もうちょっとこだわった方がいい、うんうん、だから作品なんかこう、うん、こうプラカードっぽいのとかなかったでしたっけ、パロディの中資料とね、うん、ステカンっていうんですけれど、はい、この間のパロディっていう展覧会では、最近はあんまり見ないけど、ピンク、ピンクなお店、あのエッチなお店をあの広告するために、あの半ば、いやあれは完全に違法なのかな、あの捨てていい看板、捨て看板って言って捨て看って言うんですけど、捨て看にあの電信柱にこう立てかけてあったり、はい、あの、うん、番線で祝えてあったりするんですけれど、はい、それを模して、うん、あの最初ね、うん、本当のステッカー業者にお願いしたら安くなるだろうと思ったら、あれかなりやっぱりね、うん、あのいかがわしい業者で、あ、うん、あのうまく交渉がいかなくてですね、はい、最初頼んだ値段のだん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 上乗せがなんかなってきたり、いくらぐらいになったんですか。ね、最初1個数百円でできる感じだったんですけど、それが数千円になり、最終的にそれは特注なので何万もかかりますとか言って納期ギリギリになってそれが判明して、似せたものをちょっとこっちで他の業者さんにお願いしました。まあともかく解説は捨て缶にして、あの立てかけましたね。これだけで随分変わるんですよ。で、逆にその何が登録されてないかとか、はい、何が美術館の中にないのかって考えると、うん、その日光はダメです、ね、日光は美術館に入っちゃいけない、はい、それと時計は美術館にないんですよ、基本的にね、うん、時間気にしない空間になってる、うん、はい、でキャプションの中には、値段は書いてないです。あ値段、うんうんうん、価格ですね、はい、あと、うん、重さは書いてない。ああ書いてないですね、うん、重さすごく必要なんですけど、はい、あの、うん、作品を運ぶ上で重要なので、はい、重さは僕らは知ってるんですけれど、はい、重さはキャプションには表示されない、うん、だから常にこう浮遊したものとして認識されていて、はい、いろんなところに動くと、はい、まあ、所蔵先が表記されているのも同じ理由で、はい、移動しうるっていうことを示しているわけですよ、はい、このキャプションっていうものは、はい、だからまあその作品を取り巻く、うんうん、あのいろんな要素を拾っていくと、うん、まあ、作品じゃなく美術館の空間が何を気にしてて、うん、どういうものを作ろうとしてるのかが分かる、うん、で、うん、逆にそれを変えれば、うん、あの一気に新しいその展覧会が作りうると僕は思うんですけどね、うん、どだからちょっとずつちょっとずつ変えていくわけですよ、うん、だそれはレイアウトも含むし、うん、触っちゃいけないんだったら触っていいコーナーを作ったりだとか、喋、うん、って よくしたりだとか、はい、大音量で何かをかけたりね、うん、そういうことをやったっていいはずなんですよ。そうすると随分変わるんですよ、うんうん、あなるほど、まあ、そうか。いやそれで、うん、そこをこれが、うん、あの排除しているものが、うん、こう、はい、この周りにあるわけですよね、はいはい、でそこの境目を探っていくときに、うん、その排他的でない部分をこういう、うん、もっともっと細かく拾っていけば見えてきて、はい、ありうべきその生活と学校と展覧会の間が見えてくるような気がするんですけどね、うん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 、
まあ、梅さんの話で言えばね、そうですね、僕はそのこういうものを作ろうとしてるっていうわけではないので、はい、なんかもっとね、新しい展示ができたらなっていつも思ってるわけです。まあ、でもそのこのなんだろうな、こういうレイアウトとかその展示の技術を更新するだけでは、その展覧会っていうものがそもそも持ってるなんかその啓蒙的な形式がその時代に合わせてなんか同時代性を持ってこうアップデートされるだけで、なかなかその強固なこうなんていうんですかね、美術を鑑賞するっていう制度自体はなかなか揺るがないように思うんですよ。まあ、でも とはいえそのなんか参加型アートみたいな感じで開いていけばなんかそれなんかいいのかって言ったらなんかそれはそれでこう、っていう感じがしていて、その辺どう思われますか？今言ったのも、はい、変数はこれだけではなくって、これはもう視覚的な、レイアウトに近い、変えうる場所ですけれど、それ以外にも、そのキュレーションって言った時に、最近のキュレーションサイトとかいう言い方のキュレーションだと、IT 用語的にはその、なんか集めてきて並べることをキュレーションと言ってるようですけれど、そうか、なんかもっと具体的な話を多分すればよくて、なんか多分このキュレーションが良かったとかこれが良くなかったとか、そういう話をちょっと入れていくと、じゃあ僕の経験を踏まえて、これももちろん変えますけれど、もっともっと具体的に言えば、その他の変数が あって、予算上の、予算の考え方をちょっと僕変えて展覧会にすることを、しょっちゅうやってます。で、予算があって、大部分は、展覧会を作る予算って何に使うと思いますか？運送費ですか？運送費と保険ですか？そう、輸送と保険、まあこれは展示も含みますね、展示作業、印刷とか施工は、そんなにかかんないんですよ、もう半分これですよ。なるほど、半分これ、輸送、展示作業、保険、で僕これ変えれば、もっと面白いことできるんじゃないかと思ったんですよ。あ、そこあれですよ、でもパープルームはここがもう全然かかんないですかね。そうでしょ、ここもこれも業者が入ってなくて、しかも2日でやってるので、本当に運送費だからその赤帽とか大宝さんに頼んで、それ以外は全くかかってない、僕はもっと安くする方法でやったんですよね。もっとですか？僕は、ヤフオクをよく使うんですけれども、なるほど、なるほどなるほど、ヤフオクじゃなくて eBay でもいいですよ。これ運賃も入ってますから、そっか、運んで来てくれますからね。終わったらどうするんですか？それはもう一回ネットの海に流したり、なるほど、捨てたりします。人にあげたり売ったりですね。で、僕が、昔やったこの展覧会、具体的な話にしましょう。府中市美術館というところで、震災のあった年、2011年の暮れから2012年にかけてやった、石子純造的世界っていう、石子純造さんという、評論家がいまして、美術評論もやるし、漫画評論もやるし、というか漫画評論っていうジャンルを、作った人ですね。で、キッチュっていう言葉を日本に紹介して広めたのもこの人だった、とにかく、パッと見何でもかんでもやってたように見えるんですけれど、その人がどういう筋道で、その評論を、組み立てていったのかっていうのが知りたくて作った展覧会でした。で、石子純造の作品っていうものはないので、石子純造が語ったものだとか、石子純造、あ、やばい、なんだろう、プライベートな、違う、あ、奥さんですね、石子純造さんの奥さんから手紙が入ってます。いいですね。いろんなもの、その石子純造に関わるものを出品したわけですよ。
それで、タイトル、サブタイトルの通り、うん、美術発漫画経由吉中記っていう、はい、あのタイトルにしたんですが、うん、あの美術第1章美術、第2章漫画、第3章吉中っていうふうに3章構成にしまして、はい、まあ、そのジャンル分けにも批判があったんですけれど、はい、あのまあ、それはそもそもジャンルとして並列に置くべきなのか、美術、うん、漫画、キッチュっていうのは、はい、キッチュな美術もあるんじゃないかっていうふうにね、はい、あの言われて確かにそうだったんですけれども、うん、まあそれはさておき、うん、まああの展示をしました。それでさっきの話に戻すと、うん、この展覧会3分の2が、はい、あの僕がヤフオクで買ってきた作品3分の2なんですね。すごいですね。それはその、うん、漫画とキッチュ、うん、漫画は、うん、あのこのネジ式、うん、次吉春さんの伝説漫画のネジ式っていうのはお借りしてきて、はい、それ以外は実物で見せたんですよ。漫画は、あの原画は漫画の本物じゃないんですよね、はい、漫画のオリジナルは、はい、そこはまあ複製芸術として、はい、あの分かりづらいところですけど、分かりづらくはないか、まあ、当たり前ですけれど、印刷された状態が完成品で、あの原画はまあ下書きでしかない、版でしかないわけですよね。それで本をそのまま会場に吊り下げて見せました。でその本は僕が買ってきたやつです。でだから漫画のコーナーは柘植さん の, あの原画以外は全部あの僕のあのどっかで買ってきた。先日のトロニー店も割とヤフオクから買ってるっぽいものが多そうに見えました。そうですそうです、うん、でキッチュのコーナーに関しても、うんうん、まあ、ほとんどこれは借りましたけどね、うんうん、ほとんどあのヤフオクで買ってきました、はい、こんなあれ、うん、化粧回しとかも検索するとあるんですよ、はい、これなのも買えるんですか、ね、買いましたトロフィーとかそれがこうカタログに載るのが症状とか、そうそう、うん、あのわざわざ撮影してね、はい、食品サンプルとかね。でもなんか僕がでもこういう話を聞いて思うのは、うん、まあ、確かにそのなんだろうな、複製芸術だから、まあ、それがこう流通して、うん、なんかこうネットの海を漂ってて、それをこうアマゾンさんに頼めばこう運送費も無料で届く、はい、うんうん、そこまではすごくいいし、まあ、いいことだと思うんですよ、うん、だけれどもそのなんかそういうものを、うん、なんかその美術館の展示である意味そのフレームアップするというか、うん、なんかそれによって逆にそのなんか美術館っていうものとかキュレーションのなんか権威みたいなものが逆にその前景化するなとも感じたんですよ。あのパロディ展を見て、うんうん、あの梅津さんがツイッターで感想を書いてましたね。見られてましたか。そうですね、はい、あまり随分厳しく書かれて、はい、そうですね、うん、何だったっけ、なんかやっぱ自意識がこう、うん、あのキュレーターのが強いって自意識が強すぎるとか言ってね、うんうん、書いてあって、はいはい、それはでもね知ってるからだと思うけど、見に来る人はそんな僕のことなんか知らないし、いや別にその成合さんじゃなくてもこの企画者のは、うん、すごいこう出してくるなみたいな風には思ったと、まあ、あれ読んでね本当にその、うん、梅さんがそれ言うんだって思いましたけどね。あ、それはそうですよ、ね、あんな作品作る人がですよ、人に画が強いって言うかなって思って、それはあんな作品っていうのは失礼ですけれど、はい、失礼ですよ、うん、いやだからその僕たちっていうのはそのお互いそのちょっと近親憎悪的なものがあると思うんですよ、はあはあ、なんか同じテンパだし生まれも近いしなんかその結構そのオレオレ系、まあ、僕はそうでもないかもしれないけど、うん、オレオレ系のキュレーションをしてしまうというか、ああ、うんうん、なんかそういうでも、うん、まあ、そういう人はいた方がいいと思うんですけど、うん、まあ、だけど、まあ、僕はああいうツイートをしましたよ、うん、あのよく、うん、その、はい、展覧、はい、あの学芸員は黒子であるっていう論が、はい、うんうん、はい、よく言われて昔から、そう思います、あるいはだからあれですか、私たちの仕事は企画者の名前とかもですっていうか書けなかったりしますもんね、日本だと企画者の名前とか、そう、あのなるべく消すんですよ、うん、あれは、うん、なんか謙遜して消すんではなくって、うん、はい、特に公立の美術館なんかだと、はい、個人の、業績にはしないと、はい、そのこれはあくまで美術館、はい、もしくはそれを統括している、はい、その自治体の、はい、やったことなので、その市役所の文書に、うん、記名で、うん、新聞みたいに、うん、記名の文書なんてない、うん、基本的には
はないんですよね、まあ、あることもあるけれど、うん、あの個人の業績にしてはいけないんですよね、はい、で公務員としてやる以上は、うん、明かさないというのが、まあ、それはなんかよくあるやり方なんですよ、はい、でそれはともかくとして、うん、その学芸員の仕事っていうのは橋渡しであるとか、うん、はい、あの黒子なんですっていうのが、はい、うん、ものすごく僕は欺瞞だと思ってて、うん、そんなこと絶対にないでしょ、うん、そう思います。全く中立中性の無味無臭のキュレーションなんてありえないでしょ、はい、そう思いますね。だからその責任の所在もよく分かんなくなるし、うんうんうん、でも我が強いのがよろしくない、権力の前傾化っていう、うん、だからそれはあの、まあ、そういうふうになんでいったかっていうと、うん、なんかそのなんかささやかに見えたんですよ。ささやか、そのパロディ展のその出方が、うんうん、なんかそのなんかすごいこうその展覧会っていうフォームをひっくり返すっていうよりかは、うん、なんかそのそういう体のアレンジに見えて、なんかもっとやってくれたら称賛したいのになみたいな。どういうこと？その徹底が足りない、うん、ように僕には中途半端、そう中途半端な、なんかその優等生の範囲の中のちょっと、うん、なんかこうやんちゃ系の学芸員みたいな感じに僕に見えて、なんかそれで僕はそのもっとかっこいいって思いたかったんですよ。燃料投下の感じがすごい、もう乗りづらい。いやそうだからそう、今日でもそれ、うん、うまく、うん、うまく返しがたいな、そっか、うん、そう、僕はむしろそれは推進派で、うん、もっと学芸員は目立ってほしいんだけど、うん、こんな目立ち方かみたいな、なんかこんな程度か、そう、この程度かと思った、うん、そっか、そうなんだ、うん、いや、まあ、そのパープレムだって、ね、そんなすごいなんか展示をしてるわけじゃないかもしれないけど、うん、やっぱりその予算と か、うん、なんかそういうものを考えたら、うん、なんかこっちの方が頑張ってんじゃないかなみたいな、相対的に思ってしまうじゃないですか。なるほど、うん、あでもね、もう一個、うん、あのすごく根本的な問題として、はい、さっき公務員としてっていう話をしたけど、うん、それ以外にも、うん、あのキュレーターが誰なのかわからない、うん、その消さなきゃいけない理由っていうのがあって、はいはいはい、うん、それは、うん、あの要は美術館が展覧会を購入してるからなんですよね。であんまりそれは、うん、知られてなくて、展覧会を購入ってどういうことですか？展覧会ってあれ買ってくるんですよ。あ、そうなの、ね、買ってくる。みんなは学芸員が頑張って研究して、うん、研究発表みたいにして展覧会にしてると思ってるじゃないですか、うん、はいはい、この間も、うん、あのかなり名高いっていうかキャリアのある方がそういう話をしていて、はい、あのびっくりしたんですけれど、学芸員は忙しくって頑張って研究活動しててって言いますけど、あのほとんどの学芸員はね頑張ってないんですよ。まあ、そこまで極端なこと言うとあれですけど、誰が頑張ってないですか？いや、ほとんどで、小坂さんとか頑張ってますか？頑張ってますよ。あ、もう国立 の、 あの、はい、学芸員なんかそれはそう、当然ですけれど、うん、はい、みんなね忙しすぎて、あの展覧会の企画できないんですよ。展覧会の企画がメインの仕事かっていうと、あ、はい、まあ、そうでもなくて、はい、作品の保全であったりだとか、はい、他にもいろいろやることがあるので、はい、で、まあ、皆さんがあの名前を知ってるようなね、あのツイッターとかで盛んに、うん、あの発言するような人は、うん、あのもちろんちゃんと、うん、あの研究活動して、うん、展覧会につなげてますよ、はい、ただ、うん、その美術館の外に、企画会社っていう、うん、かなりこれ日本特有のシステムがあって、うん、まあ、こんな話してもあれかな、うん、いや、いいんじゃないですか、まあ、うん、あのそう、でもこの間ね知らないんだと思ってびっくりしたんですよ。で、うん、企画会社とか、うん、まあ、新聞社とかね、うん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 、あとはテレビ局、はい、こういうところが、うん、企画を作って、うん、で売り込むんですよね、うんうん、もうほとんどパッケージになってます、うんうん、あのどこから借りれますよ、目玉はこれですよ、はい、出品点数いくらで、うん、もう、権利の許諾なんかもこちらでやりましょう、うんうん、でそれを買ってください、はい、で、うん、買うんですよ、うん、美術館やることない、うん、でもほとんどそれですよ。で新、まあ、うん、あちょっと極端な言い方過ぎたかな、でもそんな、うん、それでいいと思います、うん、実際そうなんですよ、うん、それで、うん、あの美術館っていうのは非営利的な、うん、はい、あの事業をやらなきゃいけないというのがもう法的に決まっているので、うん、はい、あの営利を出してはいけないんですけれど、うん、まあ、これらはその企画を営利としてやるんですよ、はい、うんうんうん、で新聞開くと毎回毎回、うん、あ、なんか毎日毎日草迷いが、うん、あの出てて、草迷いってこんなに話題なんだと思うけど、うん、それはその新聞社が草迷いの、うん、主催者だからなんですよ、うんうんうん、でこういう場合は要は美術館側は、うん、
その、うん、やろうと思えばできるけど、はい、やらなければやらなくてもいいんですよ、うん、カタログなんかも外の執筆者にお願いすればいいし、あとはもう、うん、あの会場構成も、うん、あの施工業者さんがいるので、レイアウト考えてくださいって言えばやってくれますよ、うんうん、お金払えばね全部できるんですよ。それで、うん、そうすると、うん、匿名にせざるを得ないでしょ。誰がキュレーションしたかとか、だから、うん、このシステムが、うん、あの美術館の学芸員の名前を見せなくしている原因でもあります。だからそういう意味では、うん、あの梅さんみたいにもっとあの顔を見せろと、うん、堂々としろよと、うん、あるいはもっと前に出てこいよ、うん、っていうことを言うことは、うん、あの悪いことじゃないっていうか、うんうん、あのこういうことをするなという意味にもつながるわけだから、うんうん、いいことだと僕は思います。はい、うん、言い続けていこうと思います。はい、うん、いっぱいあるんですよ、うん、なんとかなんとかっていう企画会社がいっぱい、うんうん、そうなんですね。そうなんですよ、うん、お買い物をするんですよね。あ、でいっぱい企画が来て、うん、カタログショッピングのようにしてこれ良さそうじゃないって言って、うん、それじゃあ私が担当しますって言ってやったりする、うんうんうん、なるほど、すごい、ね、かなりひどい言い方を僕は言いましたけど、はい、誇張したらそうなんですよ。あ、やっぱり、まあ、勉強にはなったんですけど、やっぱりこう問題は根深いなっていうのがこう、うん、ね、こう図式化されてるなと思うんですけど、戦後の当初はこれ意味があったんですよ。特に新聞社は、うん、まあ、あの海外とのパイプを持っていたので、うん、その作品を借りる上で、はい、美術館がなかなかコンタクトを取れないところにコンタクトできたり、うんうん、あのそれは共同関係で、はい、今だってあの信頼を結んで、うん、もちろん企画はやるわけですよ、はい、その売りつけて、はい、買い取るっていうなんか上下関係ではないんですよ、はい、ただその当初はもっと新聞社がある必然性っていうか、うん、必要性があったんですけれど、うん、それが薄れた今もずっとそれは引き継がれていて、はい、でそのうちその企画専門でやる企画会社っていうものが出てきたりした、うんうんうん、そういう状況です。なるほど、うん、まあ、ちょっとでもねこれは、うん、あの、うん、なんかあんまり面白い話じゃないな。いや、やっぱり授業なので良かったです、で、はい、やっぱりちょっと話を変えてください。その美術館とか、いや主に美術館ですね、こう美術館にこう見に、うん、お客さんが見に行くときってやっぱりそのお宝を見に行く感じが未だに強いと思うんですよ、うん、なんかこうすごいものがこう祀られていて、うん、そのなんかこうアウラのご利益をこう受けに行く場所っていうか、うんうん、なんかそういうなんかそこを うまくこう変えていかないと、うん、なんか僕はいけないのかなっていうふうに思っていて、うん、っていうのもその例えばその美術館ってなんかなんで所蔵されたのか分かんない洋画作品とか彫刻とかがものすごいこう資蔵というかこうストレージにバーってあって、なんかそれのなんかその活用の仕方もこうよく分からないとこう学芸員さんが言ってるのを聞くことがあって、うん、なんかそのまあ私が買ったわけじゃないしみたいな感じでその言い方ひどいとか言う人もいて、なんかそういうなんだろうな、だからすでにその洋画ってものとかも若者からするともうなんかだいぶ人気もないから、なんかわざわざ引っ張り出してくるほどのこうプレゼンスもなければこう資料的価値もなかったりすると、うん、もうなんか所蔵してるけど、うん、常設展とかにも一回も出てこない作品とかもめちゃくちゃあって、うんうん、だからそれをこうどういうふうにこうなんていうんですかね、うん、リサイクルするかっていうのもあって最近その。うん、常設展をちょっと頑張ってる美術館が、うん、まあ、倉屋さんとかもそうですけど増えてるのかなっていう気がしていて、うんうん、まあ、それはそれですごくいいなと思うけど、うん、でもやっぱり、例えばなんだろうな、こう団体公募展系の作家の作品とか、うん、なんか何かの市長の何かの賞とかで撮ったやつとかが例えば、うん、どっかの地方の美術館に入ってるとすると、うん、そういうものっていうのはこう歴史的な必然っていうものを、うん、なんか作りにくいから、うんうん、やっぱりこう表には出てこなくて、まあ、でも今出なくても100年後誰かが出すかもしれない、うんうん、あ、まあ、そういう原理的には美術館はずっと先まで一生も持ち続けるんですよ。一生保管し続ける、一応そういうことになってますけど、だから誰かが買った時
にもちろん何かあの活用の仕方とか重要だと思って購入したりする理由があって購入するんですけれど、その時活用できなかったとしても誰かがあの活用すればいい。じゃあそんななんかそのそんな学芸員って生まれてくるんですかね。うん、どういうことそんなものをなんかちゃんとなんか今どんどんこうそういう意識が今下がってきてるのに、うん、100年後にこう、うん、急浮上するのかっていう、分かんないそれは。なんか多分それはしないと思うんですよ、うん、やっぱり日本っていう国もどんどん落ちぶれていくから、うん、なんかもう半永久的に、ね、うん、保管することになってるけど、うん、まあ、なんかこれ30年展示しないものは廃棄していいとかそういうふうになっていきそうな気がするというか、まあ、そうじゃないと自治体のなんかやっぱり経済的な、ね、あれも基盤もこう弱くなってきてるし、うん、なんかそれはちょっと理想論であって、うん、まあ、確かにそう100年とか200年経った後に、うん、実はこれすげえみたいなことも、うん、まあ、あったらいいんですけど、うん、やっぱりどんどんそのなんだろうな、情報もあんま残ってないし、うん、でさらにこう新しいものを収蔵されていくわけで、うん、どんどんこう地層の下に追いやられていくじゃないですか、うんうん、そこで、だからやっぱり美術館とかそういう美術展にお宝を見に行くっていうような意識、うん、これに問題が僕あると思うんですよ、うんうん、なんかそうじゃなくてやっぱりその美術館が保管してるものっていうのは全部がちゃんとしたなんだろうな、まあ、収集委員会とかあるのかもしれないですけど、うん、でもなんかその収集委員会に参加してる学芸が全員ドキュンかもしれないし、うん、なんかちょっと勘違いとかもしてるかもしれないから、うん、それって絶対的な評価じゃないわけじゃないですか。だけどもそのどんどん蓄積していく、うん、だからそもそも学芸が全員ドキュンいや分かんないよ、そういう美術館もあるかもしれないしいや分かんないですけど、うんうん、でもなんか、だから、まあ、そもそもその展示っていうものをお宝を見に行く場所じゃなくて、もっとこう人間のなんかその血管とか汚点みたいなものをもっとちゃんと提示する場にシフトしていくっていうのが必要かなって僕は思うんですよ。例えばこの作品マイナス面をなんかマイナスだと思うことがちょっと今の日本にはきついなって思っていて、うん、なんかもっとこうなんでこれをこう収蔵してしまったのかみたいなその過ちみたいなものを解像度高く行ったりとか、まあ、あれ、うんうん、調べてみたら贋作だったので贋作展を開くとか、うんうんうん、あとは自己の博物館という有名な、うんうん、そのネガティブな要素を展示する機会というのがあってね、はい、いや、僕はね、それ、うん、あの賛同します。賛同する、その意見としては賛同するんですけど、うん、あの最終的なアウトプットとして、うん、それはあの難しいかもしれない、うん、ただ、うん、あのお宝を見に行くシステムだとか、うん、その試乗した作品を活用できてない状況っていうのは、うん、その美術館の、うん、あの形を変えることによって解決し得ることだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、いつも言うけれど、あの、はい、図書館は、うん、あのそれが基本的にはできてるんですよ。図書館も本を捨てることはあるけれど、基本的には半永久的に持ってるんですよ、うんうん、でその本が書架にこうやってずらーっとこう、うん、あの入っていて、うんうん、でこの、うん、あの図書館にも司書っていう学芸員的な人がいますが、うん、何を入れるかとかね、うん、あのどういう分類に入れるかとか、うん、そういうのをチェックする人がいますけれど、うん、その学芸員のようにそのそれを使って企画をするっていうことはほとんどやらない、うん、やっても図書館の中のほんのわずかなスペースで特集企画なんかを組んだりする、うん、で基本的にはこれは共有財産で、はい、みんなが借りることができて、うん、みんなが自分で各自好きなように使用できるわけですよ、うん、でこの形に近いようになるべく美術館は近づけていく方がいいと思うんですよ、うんうんうん、この洋画を、はい、あの学芸員は誰もわからないんだけれど、うんうんうん、同時代においてすでに誰か価値を見出している人がいるかもしれない、はい、でこれはどういう作品であって、うん、もっとこういうものがあるべきだっていう人がいればこれを使ってくれればいいんですよ。でさっきからでもアクセスしにくいんですよね、このやっぱりだからアクセスしやすくするんですよ。なるほど。で展覧会が、うん、あのお宝かどうか以前に、うんうんうん、展覧会を企画するのが基本的に美術館では学芸員しかいないっていうのは、うんうん、あのかなりきついところで、はい、そうですね、うん、誰もが企画できるようにしたらいいんですよ、うん、作品を使ってね、はい、うんうん、かなりそれは極端な話ですけれど、いやそうだったらいいです。でも図書館ってそういうことをずっとやってきてるわけですよ、はい、図書と、うん、そのね、うん、印刷物であるものとその、うん、作品とは違うかもしれないけれど、うんうん、それは多分ね模索していってできないことはないと僕は思えるんですよね、うん、だからもっとこう、うん、あの美術館をオープンにして、うん、その所蔵品を使えるようにするというか、うんうん、
その姿勢の研究者でもっとあのできる人がいるかもしれない。ああなるほど、まあ、でも僕もそれは結構賛同で、うんまあ、そういうふうにこうリソースをみんなでこうシェアできるっていうふうにするのはもちろんのこと、うん、でもやっぱりそのこの美点っていうか、うん、実はこれすごいみたいな感じで引っ張るんじゃなくて、うん、なんかもっとくだらない理由でこの作品を召喚してもいいっていうよう な、うん、なんかそのハードルを下げるといいのかなと思うんですよ。例えばその、うん、なんか今パソコンとかであるじゃないですか、画像として作品を見た時に、うん、なんかこの黄緑の感じがこう RGB でこんぐらいの感じの絵をもう無作為に全国から集める展覧会とかなんか面白くないですか？そういう面白いかな。いや絶対面白い、なんかやってみたらいいと思うんですよ、そういうのもっと、うん、まあ、なんかそういう企画ができるシステムにしたらいい、うん、でもそんなすぐ、うん、まあ、そう全国から黄緑だけ集めてくるっていうのは多分無茶だと思うけど、うんうん、でも数値的にちゃんとこうねぴったり合ってたら面白いですよね、どんな絵でもさーはーとか、そういうなんかもっとこうありがたくないものを扱うようなもの、うんうん、なんかそれと、うん、なんかさっきのヤフオクみたいなものが合わされば、うん、僕面白いと思うんですよ、うん、なんかそのヤフオクっていうのはこういうものからの闘争に見えてしまうというか、なんかやっぱりその学芸員だけど、まあ、そういう美術作品じゃなくてみたいな複製芸術みたいなものを俺は搾取してるってこと、そうですよ、フレームっていうふうにも意地悪く見えればですよ、うん、まあ、でもやってることっていうのはやっぱりすごい好意的に僕は思ってるけど、うん、やっぱり成合さんへの僕期待がすごい半端ないからちゃんとそういうことを言うっていうのが偉い、はい、そうですよ、うん、なるほど、うん、いや、うん、でもどれもこうなんかね、その対立を深めるっていうか、その意地悪なやり方って言ったように、そのなんかそのね意地悪さが出るから、それはなかなか、まあもちろんそういうのもあっていいけれど、あともう一つ僕がその意地悪さ、その意地悪だって言ったように、これをその例えばあのネガティブな要素も含めて展示する機会を増やせばいいという話でしょ。そうだから、ネガティブな要素っていうものがネガティブじゃないっていうふうにならないといけないと思います。まあそれだったらいいんですよね、で、うん、このさっきのオープンネスの話で言えば、展覧会にお宝を見に行く、仕組みになってるのは、その今度は図書館じゃなくて、はい、こっちは図書館だけど、博物館、ね、いわゆる博物館、まあ、ミュージアムっていう意味では本来同じシステムなはずなんだけど、今は、まあ、いわゆる博物館と美術館と分かれちゃってて、で博物館、自然史系の博物館だとかは、この展覧会の企画はあるけれど、常設の方がよっぽど充実してるわけですよ。で、その常設がどういうふうに作られてるかっていうと、ものすごく細かいトピックに分かれていて、化石のコーナーだとか、植物のコーナーだとかね、いろいろこうあると。で、これに近い方が僕は本来いいと思うんですよ。で、この狭いトピックの中でなら、これも活かせると思うんですよね。小さく大きいこうあるお宝を見に行くっていう、その一つのこうストーリーをね、展覧会でいつも作ってしまうので、作るのものすごい膨大なコストがかかるし、一人が統括することになってしまう。でもそれをもっと分断して、小さく小さく、なるほど、いや、まあ、確かに。でもそれもなんかそのなんだろう、キュレーションの技術的な話に思えてくるというか、また話が戻るんですけど、例えばその70年代のどうのこうのの過ち点とか、どうしてもそうそういうようなものが、例えばなんでそういうことを言うかっていうと、例えば映画とかも、なんか例えばこう美談だけじゃないじゃないですか。すごいこう悲劇だったり、愚かなこう登場人物が愚かなこととかするけども、それはこうちゃんと物語っていうのが分かるから、別に誰もこうその映画会社訴えたりとか配給会社訴えたりしないけど、美術館っていうのはやっぱりまだその普通にエンタメとしてちょっと退屈だと思うんですよ。だからもっと黒田が、例えばその岡健さんとかも、黒田は下手くそだからダメだとか、そういう真面目なことばっか言うんじゃなくて、そんな設定は誰もみんな分かってるから、そうじゃなくて、もっとディティールのなんかその面白い情報っていうのは汚点にこそいっぱい含まれていて、それをもっともっとガンガン出していかないと、なんかやっぱり この国はその美談とか、なんかこの辺の細かいなんか良さみたいなものを言ってるだけではやっぱり難しいのではと思っていて、そういう意味ではその
この前の村上さんの横浜美術館のコレクション展とかもやっぱりお宝展に見えてしまっていて、うん、なんかそんなに意外なものがなくて、うん、意外なものっていうのはその古道具屋さんで買った雑巾とかが一番意外で、うん、あとはその国際マーケットでまあ普通に評価されてるなんかグロッチャンとかルドルフ・スティンゲルとかそういうようなミーハーなものが並んでいて、うん、であとまあ施工業者いっぱい使ってるからそれなりにいいディスプレイなんですけど、うん、僕は正直なんかあれで村上さんをちょっと見損なったというか、うん、なんか結局そういうお宝がいいんだなみたいな、うんうん、いやそうじゃない展覧会っていうものを、うんうん、そろそろやっぱりやっていかないと、展覧会っていうフォーム自体がもう近代のものですでに死んでるのに、うん、なんかそのなんか死んでませんみたいな感じじゃなくて、なんか死んだっていうことをちゃんと受け入れると、うんうん、なんかもうちょっと、うん、違うものができるのではないかと、うんうん、思うから、うん、でもなんか、うん、なんか成合さんの展示っていうのはやっぱり少しそういう枯れた感じを引き受けるところがあって、うん、僕的にはそこは好感を持ってるけれども、うん、やっぱりまだちょっとこう権威的に見えてしまう。なるほど、うん、なるほど、言いたいことは分かりました。はい、そういうことです。うんうん、まあ、この間やったそのパロディの展覧会なんかは、うん、名作が一個もない展覧会だったんですよ。っていうと出品した、うん、あの方々には申し訳ないんですけれど、はい、目玉っていうものが特になかった。うん、その、うん、西洋のなんかどでかい何かが来るとか、はいはい、そういうのは全然ないんですよ。で、まあ、結局、このパロディにしてもそうだけど、なるべくまあそういう意味では否定的な面を入れたというか、全部面白いっていう風に素晴らしいでしょって見せた展覧会じゃなかったですよね。僕はそうしたつもりなんですけれど、そのパロディっていう、うん、ものが素晴らしいから紹介しようってした展覧会じゃないんですよ。うん、石子純三さんの展覧会の時もそうなんですよ。はい、これは石子純三さんの展覧会だって今言っちゃったけど、うん、石子純三さんの展覧会ではないんですよ。うん、石子純三っていうメディアを突っ込んだらどういう風なものが、うん、集まってくるか、うん、パロディっていうものを軸にしたら何が広がってくるのかっていうのを見せたので、そこにはいいものも悪いものもどんどん含まれてくる。でやっぱりパロディは面白くないっていう感想を持った方もいるかもしれないし、いいもの悪いものがごっちゃになってるっていう状態で僕は見せたかったので、その大体テーマが、うん、その特権化しやすいんですよ、このお宝っていうのね。いわゆるそのミュシャならミュシャすげーってなるわけだけど、この前のパロディ展って最後終わり方が良くなかったような気がするんですよね。あ、そうなんだ。うん、なんかその何でしたっけ、あの映像作品の最後にさ、こう赤瀬川の千円札をこう、はいはい、なんかウォーホールの半額を、はい、あとその前のこう回廊にこう新聞記事をこうカッティングシートでこう、はい、カッティングシートとかわかんないですけど、はい、こう読ませるやつとかもパロディ裁判の、そうですね、なんかあれも、はい、なんかやっぱあれを読むの結構しんどかったというか、はい、なんかこうなんていうんですかね、情報でもこれって、うん、パロディ展のことばっかり言ってるけど、例えばそのパープルームもカオスランジも最近そうで、うん、なんかその情報量とかこんなにリサーチしましたよみたいなのを見せることによって、うんうん、なんか展覧会のなんかそのある一定の強度を担保させるっていうような、多分これ僕たちの世代の悪いところなのかもしれないんですけど、これでもこんなに調査しましたよっていうような感じではなかった。いや引用とか多くて、あれ普通になんかその、うん、なんだろうな、成合さんからすると見慣れた資料だからスッと入ってくるかもしれないけど、なんかいや、うん、それはもうね、判決文なんてめちゃめちゃ読みづらいですよ。だし、あのこのその看板に書かれたこのパロディのいろんな人の引用とかも多くて、結構文字数が半端なかったというか、うんうんうん、まあカタログに入れたんで、うん、あのカタログでね、くたびれる人は読んでくれたらなと思ったんですけど、あれですよ、カタログ関してはだいぶこう高評価な人だから、うんうん、そうじゃない人が結構、うん、確かにあの展示っていうのは褒められやすい構造を、うん、その業界の中ではあったけど、うん、絶対そうだと思う。だから その、まあでもそれは自分にも言えて、うんうん、本当にそのこう普通の鑑賞者っていうものをこう念頭に置いているのかみたいな、うんうん、で僕は置いてないから、うん、成合さんも置いてないように見えたというか、うんうん、でも情報を少なくすればいいわけでもないですね。そうで、なんかそのあれを全部読んでも何かの証言とかでなんかちゃんとこう結びつくわけじゃなくて、なんか結構その
宿題が多いというか、これお前読んで考えろみたいな、うん、でもなんかすごい忙しい人が展示に行ったらそんな考えれるわけないし、うん、かなりこう能動的であれと結構こう言ってくる、うんうん、それでいいと思うんですけど、なんかそのテイストがだからやっぱりそのなんか進学校のちょっとヤンキーっぽいけど成績いい人から言われてる感じ、うん、違いますか、僕おかしいこと言ってますか、大丈夫でもさ、じゃあ こうやって僕知り合いをなくしていくんですかね自動的でかつ忙しい人に合わせた展示はやっぱり作れない、うん、いやそうです、だからもっとキャッチが欲しかったんですよ、夢中になる感じ、夢中になれるところがなかった、ああ、うん、まあそれはちょっとそうだ、淡々とこう結構そのだから何々さんの感じと似てて、えこうあの何々さんも少しこうテンションが低めで、はい、でもなんかちょっとオレオレ系じゃないですかいやもう何を言ってんだ、そういう展示でなんかもっとこうさあみんなみたいなところがあるともうちょっとこう入り込める人もいるのかなみたいな、なるほど、うん、これをこの展示を見ようと、この展示もでもそうでもなくて、さあみんなとは言ってるけど、まあ、大体の人がこうね乗れるわけないよみたいな、パープルカルトとか言って帰りますよ。何卑屈、何ですか。いやなんか本当に最近カルトとか言われていて、なんかその最近近所の人からパープルルームがすごいこう怪しいんじゃないかみたいな疑いかけられて、ようやく。そうようやく満を持して去年今年かな今年ですね、そのなんかその警察が来たんですよ。へえ、うん、アジトじゃないですか、ね、多分そうで、多分そうで、でパトカーでね連行されたよね、うちら連行されて、本当にそう本当にそうで、なんか凶暴罪の練習みたいなことをして、へえ、うん、なんかそのただ俺アランのアパートの上で、うん、角材のパテ埋めをしてただけなのに、うん、警察が8人も来て、下馬法みたいな、そうそう、でもう乗れとか言われて、でその後5時間拘束されて、でなんかそれで、うん、それでなんかその不法侵入とか言われたんだけど、その話はほとんどなくて、うん、なんかそのいかにしてこのパープルームっていうものは組織されたかみたいな話を5時間ぐらい相模原のなんだろう神奈川県警でしてたんですよ。だからね、そういう何の話でしたっけこれ、だからそう、あ、そうですね、だからカルトっていう風なところがそういう風に、だから本当にその凶暴罪の話になるんですけど、結構そのチンポムさんとかが捕まるんだったら分かるんですよ、うん、なんかそのだから捕まれば別にさ、ポリティカルなことをしてるわけだからさ、ろくねなし子さんでもいいですけど、ちゃんとこう跳ね返りがあるじゃないですか、その苦しんだ分プレゼンスに跳ね返ってくるけど、パープルームの場合なんかその純粋にこう絵を描いてるだけだから制作時間も削られるし、なんかあと予備校生とかがこう、ね、10代の人とか僕お預かりしてるので、親に電話とか行って単純にそのもうストレスでしかないっていうか、ね、トモキの家にもね行って、あと面白かったのがそのパープルームに入って1時間のまだ1時間しか経ってない人がなんか連行されたんですよ、一緒に面白くないですか、なんかなんかよしとか言って、まずはその絵を描く前にね、こう基礎的なパテ埋めとかからやろうかとか言って、なんかそのね、パテ埋めっていうのはな、こうやってすり切るような感じでやるんだよとか言ってたら、パトカーに乗せられてそれでこう、ね、その子もね、なんか どうしてパープルームに、ね、入ったのかとか言われて、まだ1時間なのに、そう、そういうことがね最近あったりとか、パテからパトに、そう、パテからパトになったんですよそういう、しかも最近他にもあって、なんかそこにあるこうなんかこう揺れてる作品があるじゃないですか、うんうんうん、あのなんかあれも名古屋のギャラリーで展示したんですけど、そう、うん、展示したんだけど、それが外にこう見える、通学路に見えるから、なんかこう、まあ、とにかくその小学生の間でちょっとしたブームになって、なんか家とかでもこうやるようになる子が増えたから、職員会議になって、でそれでこう教頭先生からなんか今すぐ撤去しなさいみたいな、こうもう命令口調で来て、でもうなんか関係ない愛知県民の中村さんにも電話が行って、もう通報しますからみたいな。でもそうなると僕留置所行きだったんですけど、ちょっとまずいと思って、だからダッシュで小学校行って、職員室の扉を開けて、教頭先生どこですかとか言って、なんかこう和解というかこう、うん、説明することによって、でもそれでもなんか毎日先生がね見回りしてたんですよ、その展示の周りを。でその子供が泊まったら早く帰りなさいみたいな、うん、そう、そういう風な、うん、そういうことがありました。
何の話だっけこれ、分かんないですまあでもその、うん、広い意味でのその美術の制度の話ですよね、展覧会っていう。広すぎるいや、それはずっとその話をしてたんですけど。そうですね、そう思います。うんうん、なんかそのパープルームのなんとなく新興宗教っぽく、これとかもそうだけど、はい、そういうテイストとしてやってたことが、うん、結構そのガチで受け止められてしまうギャグの通じない時代なんですよ、うん、そういうパースペクティブの中でパロディっていうものがどれだけパロディなのかっていう風に無理やりつなげたり、うん、つながんないかすみません、なんか僕あれなんですよ、こう、この前黒瀬さんと石岡さんが来た回とかは、はい、もう勝てるはずないからってことで最初からこう沈黙してたんですけど、なんかそうすると結構クレームが来て、後でもっとなんか噛みつかないともうダメだとか言われてなんかそう、だから今日はちょっと頑張ろうかなと思って無理してます、うん、はい、何の話だったっけな、何の話だっけ。いやでも、あ、キュレーションってもっと語源があれですよね、キュアっていう。あ、なんかその話をしようっていう、うん、それをちょっとお願いしました。いやでもそれはすごく常識の話で、最近 の, そのキュレーションなんだろう、サイトとかも、はい、その日本で流行ってるだけじゃなくて、もう世界的に英語圏でもそうで、はい、そのキュレートっていう、はい、その、あの、あれ英語自体がかなり使い方としては新しいんですよね。もともとはキュアだったり、ケアだったりするんですけれど、だからキュレートって言葉がそのアートの中のキュレーションっていうことだけじゃなくていろいろ使われてるってことですか。そう、昔はキュレートっていうのは名詞だったんですよね、はい、で全然違う意味の、あの、福祉サイト、そんな感じだったかな、まあ、あの牧師さんの助手みたいな感じの人だったんですけれど、この綴りがね、動詞っぽいんですよね、キュレートっていう、RATE で終わるっていうのが、それでね、だんだんとこれ動詞化していくんですよ、動詞の意味なかったのに。で、その他にこれとは全く違う言葉として、まあ、語源は近い、同じなんだけれど、あのキュレーターっていう、キュレーターっていう、あの英語はあったんですよね。で、動詞としてのキュレートがこっちに引っ張られていってっていう、この話を、キュレーションの現在っていうあの本に書きましたけどね、まあ、それはね、調べればすぐどこにでも書いてあることです。で、あの、これが例えば、あの、選ぶとか、あの、あのエディットでもいい、そんな感じで使われるようになったのがつい最近で、今週末俺ん家で、ガレージセールキュレートするからよっていうような感じで使われるようになった。あ、かっこいいですね、かっこよくないと思うだから、そういうと、恋愛とかでもなんか俺がキュレーションしてやるぜみたいな、そういうとかっこいい感じになったわけ、はい、その珍しい言葉として、あ、でもそれアートと一緒ですよね、なんかアートもなんかネイルアートとか、まあ、アートは特に日本特有での広まり方だけど、今言ったキュレートの流行り方は全世界的に、そうそうそう、その英語圏で同時に、ほぼ同時に流行りのワードなんですね。そうそうそう、一気にそのなんかビジネス IT 用語に、あの選ばれて、知恵蔵に入ったのが2005年ぐらいなんでかなり早かったんですけど、その時点ですでにキュレーションっていう言葉がなんか入って、それで、もうその鼻の利くビジネスマンみたいなのいるじゃないですか、片鼻を使いたがるような、ああいう人たちが使い始めてワッと流行ったんですよね。それで今やそのキュレーションっていえば、そのまとめサイトのことをことに呼ぶようになってる、じゃあテンパとキュレーションっていうものも結構そういう関係ないですね、テンパについては触れなくて大丈夫ですかね、これ。テンパね、テンパ、まあいいですね、テンパは、ね、あれですもんね、キャッチーさを出そうとしてつけただけですもんね。あ、なんか僕のせいにいやいや、テンパだから呼ばれたから、まあテンパとキュレーションという話にしましょうっていうね、ことになりましたけど、なんかそのテンパってそのメンデルの法則でなんか劣勢か優勢かみたいなのをちょっと昨日考えてたんですよ、でもなんか結局ググるほどのことでもないから調べなかったんですけど、なんかそういうなんか劣勢の遺伝子なのか優勢なのかみたいな部分と、さっきのそのキュレーションっていう
ものが、その優勢のものをチョイスしていくのがキュレーションなのか、そういう風な強引なこう、だからそうですね、だからキュレーションという立場に立つっていうことは、なんかその何かこう選んだり、人にこう選んだものをこうなんかこう 俺流の何かをこうレイアウトをなんか見せてあげるよみたいなことだと思っていて、確かにそれっていうのはかっこいいけれども、テンパのキュレーションっていうことは、必ずしも優勢ではないかもしれないけど、人類が全員ストレートじゃなくて天然パーマということは、ただこうなんかそのテンパの方がなんかこうふわっと、なんだろうな、パロディーみたいに見えるところがあると思うんですけど、でもそれだけじゃなくて、多分生物学的に多分なんか理由があって、なんかその傍観とかわかんないですけど、なんかそういう、なんかそういう今回のタイトルに無理やりつなげると、なんかその生物学的な部分と、そのいいものをキュレートして、だからここの地域のこのものこれが美味しいとか、そういう風に人にキュレートして見せることっていうのは、その人がその生存戦略の中の一つとして我々にこう結構組み込まれていることなのかもしれないし、ちょっと強引ですよね。そうだね、そのテンパっていう領域をこう作ってしまうと、じゃあ、まあ、直毛がいて、っていうさっきのこう領域の話になるんですけれど、この領域は常に本当は動いてて、その全然こうなんだろうな、タープレブ、こんな固定した図式になるわけないんですよ。その天パっていうのがちょっと問題があるとすれば、そのなんかすごくその僕らテンパでっていうのがなんかこうね、自分のキャラクターとして誇張してるっていうか、線引きしてるっていうか壁作ってるわけじゃないですか、今回はですけどね、だから、あと最近テンパって言わなくなってきてると思うんですよ。なんていうの、わかんないです、わかんないですけどそういうところにも我々のその世代の言葉なのかもしれないし、なんかテンパってあんま聞かない気がしますね。そうなんだ、なんだろう、宿毛、そうか、縮れる、縮れるかも、いや僕ね、あれ、鉛筆は右で持つんですけれど、箸は左なんですよ、で、雑巾絞るときは左利きの絞り方で、野球で打つときも左で投げるときは右なんですよね。それなんか持ってみないとどっちが使いやすいかが分かんなくて、で右利きと左利きはこんな風に なってないと思うんですよ。みんな何パーセントかは右利き、何パーセントかは左利き、で僕は多分 60% ぐらい右利きで 40% ぐらい左利きなんだろうと思うわけ、それで、100対0の人もいるかもしれないけれど、割合の問題でこういう領域で分けられるものではないと思うね、だから右利き、左利きって言ってしまった途端に、その途端に闘争が始まって、改札口、左利きの人は通りづらいとか、そのお店で箸置かれた時にいちいち左利きだからこうやって逆に直すとかね、そんなのもエスカレーターでこう関西はなんとか、まあそれは右利き大事じゃないけど不毛なわけだから、何が言いたいかっていうと、この間も、黒瀬さんがね、急にこう突っかかってこられて、いやいやいや僕がじゃないよ、美術手帳に評論を書いた時に、ソーシャルエンゲージアートアートについて書いた講義文ひどかったですね、講義があって、っていう、あれがまさにこの闘争で、いやでもあれは闘争じゃなくて、あの法人何でしたっけ、
あ、何よくわからない、なんかソーシャルエンゲージはどうやってそれが普通にこうなんか批評的な応答じゃなくて、うん、なんかこんなに頑張ってやったのにひどいみたいなこと言ってて、うん、なんて幼稚なのかなと、うん、思いましたよ。アウトサイドって呼ばれるものであったり、うん、はい、アール・ブリュットでもいいですけれど、うん、あと、うんうんうん、こうね、名前が確定してしまうわけですよ、はい、名付けると、うんうん、名付けるともうがっちり、うん、あの枠作っちゃうから、うん、この領域ができちゃうから、はい、本当は動いてるはずだったものを、はい、なんだったっけな、うん、ポコラートとかさ、はい、なんかあるにいっぱい、うん、だから名前をいろんな風に言い換えなきゃいけないのは、はい、あの本当はないからですよ、うん、かなりまやかしのジャンルとしてこういった類の言葉が並んでいて、うん、それででも天発直毛がそんなに動かなくてもいいんじゃないですか。天パもだからだからここからここが天パみたいな定義が 100% 天パっていうのはないわけです、うん、ない、うん、だから確かに、うんうん、だから別になんか緩やか境界線が少しなんかうねうねしてればいいんじゃないですか、お互いそう、うんうん、こう、うんこ う, なうん、こうなってたら、うんうん、でその、うん、名付けたりその社会的にこう、うん、制度的にもう確定してしまってる領域でのこう、うん、あの闘争はいつも不毛なんですよ、うん、その不毛ですね、うんうん、あの、うん、僕ちょっと髪を短くするともっと変な風に、うん、あの癖が出てすでに変だっていう人もいるんですけれど、そのそのだからあの嫌なんですよ、このぐらいの長さがちょ僕にとったらちょうどよくって、うん、それで、うん、あの飲食店でアルバイトをしてた時に、うん、あの、うん、男性は、うん、耳にかかる前の長さで切ることと、はい、あのね、規定に書いてあるんですよ、はい、女性は耳にかかった場合は結べと書いてあるんですよね、はい、うん、とんでもないことでしょ、とんでもないです、なんでダブルスタンダードなのって話になるんです、はい、で、うん、まあ、それと同じ、なるほど、まあ、あ、そうか、その男性女性で言うと、うん、なんかこの前柴田恵里さんを、はい、ここにお呼びしてお話ししたんですけど、うん、なんか僕全然喋れなくて、うんうん、なんかそれは何でかっていうと、うん、やっぱりなんかこういう、うん、なんだろうな、議論のあり方も結構そのなんか男性的なこう我々は喋り方をしてるんだなっていうふうに思うんですよ、うんうん、なんか僕は結構喋り方をふわふわさせることによって、うん、そうじゃないっていうふうに思ってたんですけど、それはなんかこう喋り方をふわふわさせてるだけで、なんかものすごいこう男性的なこう既得権益のに根ざしたこう喋り方とか、うん、なんかこう美術の中での振る舞いとかをしてきたんだなっていうふうにすごく反省してしたんですよ、うんうん、っていう話は一旦置いといてですね、はい、じゃあちょっと自分の話をしてもいいですか。どうぞ、うん、そのキュアっていう、あ、そうですね、だから介護みたいなものと、うん、なんかつながると思うんですけど、はい、うん、なんかその僕は結構4年間ぐらい、今でも貯金が尽きたら行くんですけど多分、介護の仕事をしていて、うんうん、なんかそこは、なんていうんですかね、いわゆる福祉の問題とか介護っていうものを聞くとなんかこう、まあ、割と立派な老人ホームがあって、なんかそこの人たちがこうあまり給料もらってなくて、もうちょっとそこに効率よくお金が分配されれば、解決するんだろうなぐらいに思ってたけど、うん、実際そのなんとなくタウンワークを見て、うん、飛び込みでその介護界にこう2013年かなに飛び込んだら、思った以上に介護っていう現場が違ったんですよ、思ってたものと、うんうん、どう違うかというと、なんかその専門のスタッフがこうなんだろうな、そういう試験なんだろうな、資格を持ってる人とかがこうそういうお年寄りを介護するのではなくて、なんかもうそれでは人が全然足りないから、僕のようなタウンワークとかを見てきた人とかも、まあ、即採用されるんですよ、うん、即採用されて、で、あ、これ話すとまずいのかな、まあでもいいか、なんかそのなんか店長みたいな、店長というかそこの代表みたいな人がいるんですけど、なんか そいつがですよ、なんか任天堂 DS をしながらなんかこんな感じとか言ってレクチャーしてきて、それが一晩あって、 次から一人で
じゃあよろしくみたいな感じで僕は任されて、まあ、それでも一般的な話だよね。いやでも実はそんなことなくて、これは結構異常なのかなと思ったけど、うん、そうではなくて、なんかその介護っていうものもなんかちゃんとした老人ホームもあれば、うん、特別養護老人ホームっていうのもあって、特養とかもあって、でもなんかこれって幼稚園問題と一緒で全然数が足りてないんですよ、はい、でそこでコンビニの数と同じそれ以上あるとされているこのデイサービスっていうのがあるんですけど、はい、これがですね実はね重要なんですよ、うん、このデイサービスっていうのは何かっていうと、朝の、10時から、まあ、16時半ぐらいまで、こうなんかこう美空ひばりのカラオケを歌ったりとか輪投げをしたりとか、はい、なんか本当幼稚園みたいなことをしてるんですよ、うんうん、でそれをこうね送迎して送り迎えしてみたいな。で実はでもデイサービスっていうのはこの後に夜間モードがあって、うんうん、だから実はこのデイサービスっていうのはその普通は泊まるとこじゃないんだけど、はい、ここにずっとこうショートステイとか言いつつも、うん、2年ぐらい帰らない人とか、うん、だからそのデイサービスってそもそもデイサービスなのに、うん、そのデイがなんかこう本来はこれは通いなんですね。本来通いでショートステイができても多分なんか1週間に1回帰んなきゃいけないとか多分決まりが確かあって、だけどその実際そんな、ね、家族とかの問題もいろいろあるし、うん、帰れる状態じゃない人とかもいっぱいいるわけで、うん、実はそこに無数に人がこう無数にとか常にもうギリギリいっぱいこう人が寝てるんですよ、うんうん、だから認知症の人もいればもうなんかこうなんだか分かんない人とかも病人とかもいて、うん、これってなんか完全にその、うん、言葉悪いですけどなんか被災地のテントみたいなものになってて、うん、だから本当にこう家族からも帰ってこないでみたいになってるし、うん、病院にも行くお金がなかったりとか、うん、そういう人がこのデイサービスの夜間っていうもののグレーゾーンの中に押し込められていて、それをなんか僕みたいなタウンワークとかたまたま見てきちゃった若者とかおじさんとかおばさんに一人で見させるんですよ、うん、で死んだらお前のせいだとか言われて職員が帰るみたいな、うん、なんかそういうのを目の当たりにして、なんだろうな、結構僕はあの価値観がそこで大きく転換したというか、まあ、実際その本当にただ人を起こすだけでもすごい大変だったりするし、でもここに発生しているものっていうのはただその看護師さんとかがそのなんか利用者さんを見るってだけじゃなくて、なんだろうな、完全にその僕のことを看護師さんって呼んだりとか、そのなんか恋人になったりとか、何アランさん、そう看護師さんとかよく呼ばれたんですけど、なんかそういう、あと友達になったりとか、なんかいろんなそのなんだろうな、人間っていうのは認知症になっても、なんかここに性愛みたいなものとか、家族みたいなものをなんか多くの人が求めていて、で僕としてはそのバイトに行ってるだけだから、そんなものをこう引き受けるのは結構大変じゃないですか、でもなんかやっぱりそうじゃないとなんかうまくこのやっぱりコミュニケーションもいかなかったりするから、まあ、そういう役割をこう、まあ、演じているわけですよ、でも結局そのデイサービスっていうのはただの民家で いわゆる普通の何のリノベーションもしてない家だったりして、なんかそこにそういう人たちがどんどんこう運ばれてきて、そこにこう一つの社会の秩序みたいなものが生まれていて、でそれと僕がそのパープルームを作った時期っていうのが被っていて、だからその両方とも壊れた家族、なんかそのパープルームってものも、まあそうですね、私の家も家庭はないから、なんかその家出少年みたいな人とか中卒の人とか、なんか、そういう人たちと住んでて、これをこう行ったり来たりしてる時に、なんか両方とも家族が壊れてるような、でもなんかそこにはでも本当の家族もあるような、そういう中で美術っていうものを改めてこう美術って制度、制度をこう、見直す時間が4年ぐらいあって、なんかそれが、パープルームっていうものが、だからただのアパートだけど、学校だし家族と家庭でもあって、で展覧会場でもあるっていう、コンセプトというかその形態と密接に結びついていて、ちょっとキュレーションの話と関係なくなってきてるんですけど、いやでも、
あの僕 の, あの妻は介護職なので、うん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 、あのこういうことはよくわかるんですよ、うんうん、でまあそれほど僕は現場を知らないので、はい、あの大したことは言えないんですけどね、うんうんうん、であのまあ、これがその被災地のようだという、うん、なんか何かしらこう特殊なコミュニティができていて、被災じゃない、あのそのテントのようだと、そうです、だからもう相手を選べないし、その同じ部屋に詰め込まれるけど、うん、なんかそのね、気の合わない相手とかもいるし、うん、で男女別の部屋とか、うん、でも人が多すぎるときはそういうこともなくなるとか、うん、なんかちょっとこう不条理な社会なんですよ、うんうん、まあ、でもこれがこの不条理な社会になって、うんてるとして、うんうん、それはこの、うん、あの介護の問題っていうよりは、うん、あのここにこう、うん、この人たちは、うん、まあ、委託されて来てるわけですよね、うん、そのそうですそうです、本来、うん、あの家でやる、はい、あのべきそのそ、まあ、家族で一緒に、うん、あの支え合っていくというのが理想的であるんだけれど、うん、面倒見れないということになって、ここにいろんな家庭からやってくるから、こういう、うん、あのこと、まあ、こうね、いろんなところからやってくると、はい、うん、でそ の, あのお互いがこう、うんうん、切り離して、うん、あの委託し合う状態、うんうん、業務をその、うんうん、譲るというか、まあ、託すわけですよね。なんかさっきの美術館のこう展覧会を作る時のなんかこうあれとも似てますね。そうです、うん、そういうことですか。そう、うん、だから、うんうん、だからあいつのケアマネージャーがいてとか、そう、うん、そうそう、うん、ここは完全に独立して、うん、でここはもう切れてしまう場合が多い、うん、まあ、よく、うちの奥さんはこう、はい、人に任せておきながら、うんうんうん、ものすごくこうね、たまに、まあ、高圧的な、はい、あの家族がいたりして、うん、ちょっとでも何か問題があると、うん、ものすごく言ってくると、うんうん、それなんかおかしいっていうのをずっとあの抱えているっていう話をよくするんですけれど、うん、何を言おうとしたんだっけな、うん、ちょっと、うんそもそもこの任せられているっていうか、うん、あの状況を梅津さんどう思ってましたか。そのここについてほとんど見えないわけですね。見えないですね。なんかその電話越しにこういる人たちですね。電話越しとか、なんかそのパソコンでこう打ち込んだりする時のなんかその欄を作ってて、それをなんかこう国にこう報告する人みたいに。うん、ちょっと分かんないですけど、僕は本当にこう、実務しかしてなかったから、うん、そのこう全体のこのなんか構造が4年いても分かんなかったです、うんうん、なんかすごい不思議な、うんうん、まあ、だから美術館とはちょっと違うんですよね、うん、まあ、これは、うん、あの美術館にしてもこの、うんうん、人たちであっても自発的に集まってきたわけじゃなくて、もう集められて仮のコミュニティを作っている状況、仮の社会を作っている状況になっていて、でもあのさらにこっからこういろんな形に美術館はちょっとねこう全くこう同列にちょっと起きづらい話ですけれど、あの本当に物として見た時に、あの集められてきた者たちをあのどういうふうにまた別の何かとコネクトするかっていうことを美術館は考えてるんですけど、それはこの介護のシステムの中にはないですね、うんうん、ないです、うん、この話をしててこう、うん、梅津さんはどこに持って行きたかったんだろう。これ、うん、ここなんだったっけ4年なんですか。パープルームと介護の関係だ。ああ、そうか、うん、あだからその多分僕がこれで言いたかったのは、まあ、介護が大変だったっていう話ではなくて、まあ、それぞれみんな家に住んでいて、家に住んでたら、1人ぐらいしかもしれないし、まあ、恋人と2人かもしれないし、家庭があるかもしれなくて、うん、っていうその、まあ、小さなこう自分の居場所みたいな仕切りの中にあって、なんかそれとなんか例えばですけど、美術と か, なんかその会社でもいいんですけど、そういう、元々あるシステムに交渉したり介入したりとかして、うん、なんかその中でこう何かを成し遂げる時に、その拠点となる家みたいなものが、まあ、重要だなとは思うんですよ、うんうん、だけれどもなんかその美術展とか
なんかそういう会社とか大きな組織になると、やっぱりそのそれぞれがその拠点からこう仕事をしに集まってるんだけど、うん、その辺っていうのは結構こうないがしろじゃないですけど、あまりこう、うん、仕事なんだからちゃんとしましょうみたいな感じで、うん、帰属する場所みたいなものがこう見え、何が言いたいんだろうな。でもパープルームは学校でちょっと少なくとも、うん、そう、その、うん、人が集まって、うん、その、うん、こう、うん、なんていうか、うん、そのまま、はい、残ってる状態ではなくて、うん、その、うん、あるエクササイズなりトレーニングをして、うんうん、卒業することが目指されている場所なんですか？違います。あ、違います。だからその予備校っていうのは、だからその大学の下部構造で大学に入るためのこう、まあ、そういう施設というかこう場所なんですけど、うん、それをその名前を冠したただの家ってところがポイントで、それがさっきの学校と生活の合わさった、うん、だから卒業よく聞かれるんですよ。なんかどうなったら卒業なんですかとか、うん、それ僕も分かんなくて、うん、だからその理念なき学校なんですよ実は。近代を乗り越えようとか言うんですけど、うん、言いながら寒いっていうか、うんうん、でもなんかそれでも人がちょっと集まって、なんかいびつな家族のような、でも仲も良くないんですよその予備校生同士も、ものすごく、うんうん、だからそれまさにこのあのデイサービスの人たちみたいなところがあって、うん、だけれどもなんかその、うん、分かんなくなってきたな。だって今こうやってオープンキャンパスの状態にあるわけじゃないですか、はい、なんかこれはちょっと特殊な状態で、やっぱりその大事なパープルームの拠点っていうのはパープルーム予備校で、まあ、そこにはこの上にあるような 4,5 人の若者と私のなんかこう奇妙な日常みたいなものがベースにあって、なんかそれが中心にあることによって参加作家っていうものがなんかこう展示に呼ばれてきたっていうよりかは、なんかその親戚に お年玉を あげに来る感じだったりとか、うん、なんか普通にその予備校生が気になって来たりとか、そういうちょっとこう複雑な、キュレーションでいうとキュレーションの構造が生まれるんですよ。例えばそのゲルゲル祭っていうものも、ともきが学園祭経験したことないからとか言うと誰でもさ、なんかそんな嫌な顔せずに参加してくれたりとか、作家も僕が選んでもトモキに全部連絡させるとか、そういうこう、うん、なんか美術のちょっとしたフォームのいちいちいろんなもの、うん、展覧会ってものもそうだし、キャプションの一つとかもそうだし、そういうものにパープルームはこう粘着的にこうつきまといながらこうちょっとずつこうなんていうんですかね、生活圏にこれをこう沈めていきたいっていう欲望もあるし、ちょっと、うん、とこう分かりやすい制度批判ではなくて、うん、なんかその制度ってものを身体化できるのか問題っていうか、そういうものをに取り組んでるような気がします。どの辺が大学なの？大学、あ、そうですね、初期設定が ありまして、4年前にパープルームを名古屋でやった時に、普段は予備校だけど展覧会を開いてる外部でね、お外でやるときはパープルーム大学と名付けて、その期間中っていうのは毎日授業があって、その会期中毎日来るとなんとその大学4年間に匹敵する、もしくは超えるみたいな、そういうちょっと中二的な設定を作ってしまったんですよ。はい、うん、なんかそれでなんかその続編で今こうなってる、うん、まあでも実際に毎日授業があって、うん、予備校生ともきとかも中卒だけど大学に入れて喜んでるし、よかったなとは思うんですけど、ただやっぱりいくらなんでもちょっと幼稚だなとは自分でも思いますね。だってね、大学な、うん、まあ、ただその美術館っていうものが結構その大学にはなってるなとは思うんですよ。ちょっとなってるし、あとここに今住んでるんですね、うちらは。ここに住んでいて生活空間にもなってて、うん、だけどもそれはその、うん、渡さんがこうちゃんとこう粋な計らいをしてくださってるだけであって、なんかこうちょっとあれですよね、うんうん、そんな感じです。じゃあ最初に書いた図式は成立してるんですか、うん、展覧会と学校と生活が。あ、無理、うん、無理やり成立してます、うんうん、だけどそれが
ちゃんと滞りなく成立してて偉いとかっていう話じゃなくて、そういう設定がこううまくこういってない状態でもあると思ってて、だからそれはさっきの汚点の問題ともつながってくるんですけど、だから精一杯やってもやっぱりそれを貫通することっていうのは難しくて、我々の経済規模とかその知識とかでは、だからそういうなんだろうな、普通だったら恥ずかしいような振る舞いもこういうところでこうやっていくことが、我々のマンパワーの使い道としてはちょうどいいというか、あ、OK です。今日はちょっとな大丈夫です。そうなんですよ。だからこの展覧会ってこう素晴らしいとか褒められてもちょっと微妙だし、けなされるのも悔しいし、ただ一つ言えるのはそのなんだろうな、ともきのような例えばその高校も行ってないような人が普通に、まあそのフラットではないけどここの展覧会に参画して一応こう例えばそのスポットが当たってるっていう状態、不自然ではあると思うんですけど、そういうことっていうのはなかなかその普通の展示では起こらない。例えばチンポムさんの展示とかでもやっぱりその メンバー5人か6人かとその行った国のなんかこう匿名の子たちは出てくるけど、パープルームっていうのはそうではなくて、まあすごく限られたメンバーだけど、その、だから作家的な能力を満たしている人がただ普通に参加するだけじゃなくて、普通だったらモラトリアム期間にあるような 作家のようなものがこう中央目立つところにいるっていう状態っていうのは、面白いというか、そこは結構重要なポイント。ちょっと僕トイレ行きたくなったんですけど、どうぞでいいんですか？大丈夫ですよ。いいですか？でも皆さんじゃ大丈夫、その後トメさんがつないでくれます、ね、間その例えばトモキとかがさ出ればいいじゃん。はい、自己紹介から始めて自己紹介、せっかくのさアピールポイントだから。はじめまして、18歳、高校中退後山形からパープルミューブコンに来た、トモキと申します、好きなお魚は青魚です。よろしくお願いいたします。でもうレパートリーあんまないんですね、その好きなシリーズは。あんまないんですね、5回連続ぐらい。ああそっか、青魚は気に入ってるから。トモキさんどうですかこの授業は？あんまり面白くないですか？いやでもなんか知らない情報とか、知らない情報いっぱいなんか入ってきたので、新しいなって感じ。いやでも難しいですよね。難しい。トモキ、キュレーション的に聞くとどういう印象がありますか？キュレーションと、頭良さそうな感じ。分かんないけど。なるほど。あ、そうだ。ともき君っていうのはその僕も山形出身で、同じようにねこう山形同士なんだけど、別にそのともきもっと近い方がいい、はい、別に前から知り合いとかではなくて、たまたまそのツイッターとかね、そういうところでこう、出会って、でその Google ストリートビューでパープルーム予備校の場所を調べてきたんだよね。そうですね。そう。ツイッターで遡って住所を見つけました。そう。だからちょっと振り返ってどうですか、この1年ぐらいかな。1年くらい。1年こう振り返ってどうですか。1年くらい振り返って、1年前は何だっけ。1年前と思い出すと、もう分かんないけど。でも最初はパープルーム予備校に見学しに行った時は、みんなすごい迎えてくれたって言ったらあれだけど、梅井さんとかすごい朗らかで優しい人だと思ってたし、アランさんとかもクールで普通になんか頼りになる先輩みたいな感じだったし、かっこいいとか言ってたもんね。そうですね。で安藤さんもなんか普通に
自分が見学に来た時に迎えてくれたから、うん、パープルの場所ここですってちょっと言って、うん、だからここに入ったら、うん、なんだろう、なんだろう、自由で、うん、楽しく、うん、なんか何不自由なく生きていけると思ってたんですよ。パープルに来たら、うん、パープルに来たら、うん、そう今は、うん、そう高校中退してたから、うん、なんか、うん、とりあえず何か何かしてないとこう周りの目とか怖いし、うんうん、だからとりあえずどっかに行って何かしてれば、うん、あそろそろまとめてください、うん、だから、うん、なんて言えばいいんだろう、うん、だけど、うん、なんて言えばいいんだろう、厳しいです今は、はい、はい、うん、何の話だったんですか。いや、ともきくんの自己紹介をしてました。いつもここに来た時もだけど、ともきくん、ともきくんって言って、はい、お気に入りの、いや、お気に入りではなくて、やっぱりあの一番下だし、うん、中卒だから、なるべく知名度とかプレゼンスを上げないと大変かなと思って、校長として、あ、校長ではないです、いや、校長ではないです、校長じゃない、巫女、巫女です、巫女、うん、あのパープルームの先生ではなくて、僕は管理人のような感じで、先生っていうのはそのゲストの作家たちなんですよ。パープルームってものすごい来客が多くて、多分その普通の美大とかよりもゲストがガンガン来る、うん、学芸員も来るし、批評家も来るし、アートと関係ない人も来るし、アーティストもいっぱい来て、そういう人たちが先生だと思っていて、僕はそういう人を呼ぶ役、だから巫女、ちょっとね、もう35だから、はい、うん、まあ、美術館じゃなくて、学芸員、あの学校、学校って、うん、あの僕は好きなんですよ、学校。はい、あの大学はろくに行かなかったけれど、はい、あのみんなが集まって教えを、うんうん、あの大手ですよ、うん、それで自分の糧にして、うん、そこからまあ出ていく出ていかない人もいるかもしれないけれど、はい、その何かをもらっていく場所として学校があるんであれば、はい、美術館も、うん、その学校であってほしいなというふうに僕は思います。ああ確かにハロディ店も学校っぽいかもしれないですね。いやいやいや、ちょっとちょっとやっときました。いや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 。うん。なるほど。あ、でもやっぱり僕も学校みたいなもの、学校やってるから、うん。うん。僕も学校としての展覧会なんですけど、うん、いや、そのね、その展覧会が、うん、その学校みたいだったっていうのが、そのどういう意図かわからないですけれど、うん、そのずっと話を戻して、その、うん、学芸員が顔を出さないとか、はい、なんだろうな、うん、あの控えめに何か謙遜して出てこないっていうのは、はい、何か展覧会がある、うん、こう作品のような気持ちがあるからじゃないかなと思うんですよね、うん、そのうん、おこがましいと、要するに自分が作ったものをみんなに見ていただくっていうふうに、うん、あの思ってるから、そういう傾向があるんじゃないかと思うんですけれど、展覧会の作品っぽいと思ってるってことですか。僕はそうは思わないっていうこと、うん、その研究発表に近いので調べて、あ、はい、あの皆さんと共有したいと、はい、うん、その集めたものを還元する、うんうん、っていうつもりで はい、やってる、それが学芸員の仕事だと思うので、うん、だからそれは名前があって当然じゃないですか、うん、はい、うん、それはあの確かに特権的に、うん、その美術館の中に勤めてる数人の学芸員が主に展覧会をやってるシステムはおかしいと僕は思うんですけれど、まあ、現状で言えば、うん、そうなっていて、うん、それで、うん、僕も変わってほしいとは思いつつ、うん、その少なくとも自分がやったものに関しては、うん、それは特にこう、うん、その時の作品っていう言葉の中にも随分いろんなコノテーションがあるから、うん、受け入れる人によって違うと思うんですけれど、うん、ただこれを出すことがおこがましいとは全然思わない、うんうんうん、なるほど、だから学校のようだったっていうのは、うん、そのなんだろう、調査発表っていうかね、うん、調査資料を見せましたっていう意味では学校的であったかもしれないかな、うん、なるほど、うん、そうではない、まあ、そういうことかもしれないですね、うんうん、あとそうですね、今キュレーションっていうものがちょっとこう学芸員によるものっていうところはちょっと今までの話で強かっ
ったから、うん、もうちょっとキュレーションってやっぱり今いろいろあるじゃないですか。フリーの人とか、うんうん、あとそのキュレーションってものは展覧会に必要なのかとか、うんうん、そういう部分ってどう思われますか。いや、うん、みんな家でやってもいいし、うんうんうん、その、うん、この展覧会もちょいちょいこう、うん、ステカン以外にも、うん、うん、マスキングテープで複製 の、はい、作品をゴッホとか、はい、モナリザとかも、ね、うん、貼っつけて見せてましたけれど、うん、まあ、それ見て素晴らしい、こんなちっちゃい、うん、ものを見てはーって言って鑑賞した人はいないと思うんですけれど、うん、なんだろうな、アビバルブルクの、うん、ずらっとね、うん、あれみたいに、家でみんな、うん、今できるんじゃないかと思うんですよね。いくらでも画像が手に入るし、うんうん、再現し得ることなので、はい、もっと、うん、だから、うん、そうそう、さっき途中で言おうと思っていたのは、はい、細切れにその展示室を、うん、分けていってトピックを小さく、一つのナラティブで大きな展覧会を作るんではなくて、うん、小部屋をいっぱい作る、小部屋というかね、そのそれぞれ直接の連関はしていなくとも、うん、複数のトピックがある状態にすれば、うん、もっと作品は生かされるし、うん、開くことができると僕は思ってるんですよ、うん、でだから、うん、もう密室をいっぱい作るってことですか。ちょっといやいや、密室になってなくてもいいんですよ。そうした国境の骨の隣に種があるとか、ああいう感じですよ、うん、でも施工業者がいっぱい入んないといけないからお金がかかりそう。だから一回、うん、だから部分的に変えていくんですよ。なるほど。長く展示できるものは長く展示してもいいし、うんうん、なるほどなるほど。太平洋画界のコーナーがあって、うんうん、いきなりこうね、具体のコーナーがあったって別にいいわけじゃないですか。だから、うん、そうこうでなければ、うん、小さい美術館をいっぱい作るってことです、うんうんうん、美術館が無数にある状態が僕はいいんじゃないかと思うんですけれど、うん、だからそれは家庭レベルでもいいし、うんうんうん、うん、なんとか美術館がいっぱいできたらいい。あ、なるほど、うんうん、大きいから困る、まあ、倉庫は大きい方がいい、でも、うんうん、会場が大きい必要は必ずしもないと。うんうんうん、そうか。で、現実的な空間じゃなくてもネット空間でもいいし、うん、そうするともう、うん、学芸員も必要なくなるし、うんうん、そうするとそれだから学芸員って専門職が必要なくなると、うん、でもそうすると困りますよね。僕は困るかもしれないけど、うんうんうんますか。まとめ。はい、うん。会場から何か。あ、そうですね。会場から何か。なんかもしある方がいると助かります。これちょっと僕はなんかね、うん、美術館買ってんですよっていう話は学芸の人は怒るかもしれない。ほとんどの人はやってませんよっていう話を、うん、しちゃったけど、はい、皆さん優秀な方々なので、はい、うん、さっきのちょっとね、うん、冗談半分で聞いてください。わかりました。何かこうありましたら、あ、アランさんとか何かありますか。生徒としてね、うん、生徒というか、うん、予備校生、あ、予備校生、うん、そこはやっぱりそこは厳しいんですね。はい、厳密に巫女であり、そうです、私の生徒ではない、予備校生であり、予備校生、うん、パープルームの予備校生だから、パープルーム予備校生、うんうん、一番最初に、はい、非常に並べられる、はい、セーキュレーションされてないような会があったところなんですけど、うんうん、小学校の先生とかって美術系出身、小学校はないかもしれないですけど、うん、中学校とかって、うん、はい、そういう美術の方から教師とかしてなった人とかって、なってる人もいるし、なってない人もいます。割といたりして、うん、キュレーション系のなんか、うんうん、やっぱ難しいんですか。小学校とかで、小学校じゃなくてもなんかスーパーとかで小学生の絵が展示されてたりとかすることがあると思うんですけど、
常に平等主義でやる展示の人も面白く見せたいと思ってるはずですけど、まあ、もしくは思ってない、あの入ればいいと思ってるかもしれないですけど、それこそこういうものを見てほしいですよ。ものすごく展示言語にあふれてて、その布を使ったり、特に布と文字を使うのがあの特色だと思うんですけど、引っ掛けたりぶら下げたり打ち込んだり差し込んだり、ものすごくいろんな言語があって、あのそれに関心がないからそうなってるだけだと思うんですよね。他にやりようがないと思ってるかもしれないけれど、あの上さんが主に多分手を入れてると思うんですけど、布とかあと透明な壁ですよね、はい、あの布も透明な壁になってるけど、はい、枠組みを入れて、はい、その格子状の何か立てることによって向こうが見えながら壁になるような、はい、ああいうことをやればもっと面白くなるはずなんですよ、まあ、例えばこういうやり方をすればですよ、はい、だからあのいろんな展示言語があるんだっていうことをもっと知る機会になってほしい。その美術館はそうやって思ってるんですけれど、どうしてもこう中だけ見てしまって、その作品が面白いかどうか、なるほど、まあ、せいぜい暗かった明るかった低かった高かったぐらいは言われるんですけれど、反射がひどいとかね、そうじゃなくって、もっともっと広く見ればいろんなこうものが転がってるっていうか、展示言語を要はもうもっと受け止めてほしいし、それをもっと主張すべきだとは思うんですよね。あんなに一生懸命作ってるのに結局こういうことしかやられてないっていうのは、その展示言語が分かってないっていうか、そういう概念自体ないことなんですよね。まあ、その話を当初しようと思ってたんですけど、はい、あ、うん、じゃあ安藤さんとかどうですか。はい、はい、まだ、うん、それまだ作る若干作るというか、関連なんですけど、なんか美術館とかを小学校に使うみたいな感じで、美術館があんまないかもしれないですけど、若干ありますよね、中学生の小学校。よくありますよ、ですよね、なんかまあどうしようもない話ですけど、いわゆるその作品の見せ方みたいなところを見る機会自体は、あ、でもまあ変わんないですね、これでしゃべって、さっき有明さんが答えてくれた話からまた行くんで、じゃあ安藤さん何かありますか。
もや飲んでるのに。虫とかが飛んでるんですよ。それはね、はい、もうちょっとありえない。あ、まあそうですね、まあ、普段に近づけるとどうしてもこうなってしまう。まあそうですよ、生活するんだから、うん、はい、うん、ちょっと反省します。いやでもね、長い間こうね2人で喋ってきて、なんかその一つの答えにはたどり着いてはないですよね。だけどなんかこう、まあキュレーションの局所的な部分をこう2人でこう旋回することによって、はい、うん、まあある一定のこう内容はあったような気もしますし、うん、どこにウエスさんが不満を持ってるのかとか、うん、ああいうのが僕は一緒に話したことがなかったので、はい、それはすごく、うん、あの面白かったです。すいません、なんか内心クソとか思ってるかもしれないと思うんですけど、そんなこともでも、まあ、僕はすごいこう好きな学芸員の一人だし、なんかやっぱりこの前 の, その落合民さんと大木博之さんの二人展のレビューなんかこう、はい、ルビーがなんか全文にルビーが振ってあって、なんかこういうなんか拡張の仕方があったかと思いましたよ。あれもなんか賛否ありましたね。そうですね、はい、うん、でもああいうことをする学芸員ってやっぱいないから、もっとどんどんすればいいと思いますし、はい、うん、やっぱりその同世代っていうこともあって、お互いその寄って立つ場所は違うけれども、はい、うん、これからも切磋琢磨して、はい、いきたいものですね。すごいですね、なんか不良が喧嘩し合って変わらないと。そう、うん、やっぱりその、はい、うん、天パ同士、はい、うん、やっぱり存在感をこう出していきたいなと思う。メンバー同士存在感を出していきたいですね。いきたいです、はい、そう思います。今日は成合さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。